歩いていけるもんなのか。どこ行ったんだ。最悪だな。ここ。壁に大穴が開いてる。きっとトラックで突き破ったんだ。サミの姿は。トラックに押されたんだ。無事なのか。まだ見当たらない。あたりを調べてみる。慎重にな。うわ、どこ行ったんだ。見えてる。触った形跡みたいなのが残ってんだな。ショートしてる。まだ時間は経ってないみたいだな。ソミだ、まだ近くにいるぞ。完全に暴走してるってことか。どう？さあな、痕跡を見失うな。俺もできるだけ早くそっちに行く。生きたまま連れ戻してくれ。でなければあいつもお前も助けられない。なんかちょっと引っかかるね今の方。ジョニー、深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているか。んだがその視線がいけすかねえ。まるで後戻りはできないぞって言ってるようだ。本気でこの先に行くのか。ここまで来たらやるしかねえだろう。ああ、他に選択肢はない。 B、 選択肢はいつだってある。ここで全部捨てて逃げ出したっていいんだぜ。お、優しいな。ソミを助けないとリードから助けを得られない。このチャンスは逃せない。分かってるさ。だが問題はこの先にいるソングバードが俺たちの知るあの女なのかってことだ。そりゃすぐに分かる。で、テクのロゴがある。ここはまさか。ターミナルを探してジャックインしろ。おそらく知っている場所だ。そっちに繋ぐ。そこはデータクラッシュ以前に作られた軍の最重要機密施設、サイノシュアの名。データを解読する。少し待て。サイノシはサイバー空間における核兵器、アラサカのソウルキラーに対するミリテクの答え。おー、巨大企業がどっちの一物がでかいかで競い合ってるってわけさ。わかりやすくありがとうよ。ソミから聞いた話によるとミリテクのランナーが真相ネットにダイブしていた施設らしいな。ソングバーダーここに来た理由はもう一体何のために。ここへ来たのは偶然じゃないってことだ。あいつは逃げてるわけじゃない。ブラックウォールへのパーマリンク、それが狙いだ。ああ、くっそ。あなたは何も分かってない。分かって何も。おお、君に分からない。永遠に私のことを、自分を失っていく、この感覚を。
だから私は裏切った。リードとの通信が切れた。お前がやったのか。リードには一度人生を奪われてる。二度目は許さない。リードはいらない、いらないの。お前の力になりたいんだ。まだリードの味方を。その方が都合がいいからでしょ。騙されたのよ。あなたは濁流の中わらにすがろうとしてるだけ。リード、マイヤーズ、彼らの約束は私は救えなかった。そうかもしれない。だがリスクは承知の上だ。他に選択肢はないんだからな。あなた気づいてる。まるで彼みたいな物言いね。リードは自ら作り上げた今の世界にいる。どうクソングマだ。どういうことだ。どうなってるんだ。ぶっ壊したんだな、配電盤を。また例の痕跡。ここを通ったのか。これ下に降りるかっこいいエレベーターじゃない。出たー、かっこいいやつ。あいつに通信を切られた。それか下で何かを目覚めさせてそいつがやったのか。そして俺たちは今闇の底に向かってウサギの穴をひたすら降下中だ。ちゃんと計画はあるんだろうな。ブラックオールより先にソミを見つけて彼女を救出する。そいつは立派だが、ブラックオールにバラバラにされた後かもしれないぞ。その場合罠に飛び込むことになる。もうパトレイバーメタルギア。たまんねえな、アキラ。B、なんだ、どうした？あの女が、あいつが来る。レリックに接続しようとしてる。どうも一人じゃなさそうだ。ブラックホール。よぉ、ふぅ、リードも死んだ女も誰もいない。脅かそうってのか。何が起きてるの今のは。何だ。ここは私の支配下。この先には行かせない。彼らが見てる。彼らってソングバード。どうしたらいいんだ。こっちか。何、怖い。
急にホラー展開になった。おお。どう。どうしてミサイルなんか撃ったの？意味のない人が死んだ。ファイヤーズが無事だったのは奇跡よ。約束と違うじゃない。ソングバード。歴史の必然性がそうさせた。お前の計画は生ぬるい。結果を生んだのは私だ。利用したのね。勘弁してくれ。これはお前にもう逃げ場はない。私が望むものを手に入れるまで私から逃れることは決してできない。いいか、俺のためにサイノシアのメインフレームからデータを抜き取れ。そうすれば自由になれる。何なんだソングバード、今見せたのもお前の計画の一部か。ソングバード、入って。そういう感じになる。飽きそうにない。すべてのルートを断たれたようだな。アルファとブラボOh! ブラボーにこれでいけるか？ブラボーだ。よし。ここが終点だ。あ、いった！うわー！ブラックホールが一瞬見えた！いてー！じゃあどうしよう。方法があるはず。潜り込む。わあ、エヴァンゲリオン始まる。やつの、あ、普通にケーブル抜くわ。
とんでもねえやつ待ってんな。入って。何あれ、エイリアン始まった。うわー、うわー、ちょっとやめて。うわー、センター恐怖症。あー、助けてくれた、ソングバードが。おー、こっちか。よいしょ。うわ、どこ、上か。うわ、怖い、怖いよー。急に追われるなんて聞いてないよー。目の前から出てきそう。え、何、目を覚ました時には全て終わっていますよ。めまいがちょっと怖いな。よくならなかったら麻酔が効き始めます。それでは横になって目を閉じてください。ドクターにも見える。すごく綺麗。10からカウントダウンをお願いします。10 9 8。鎮静状態です。始めよう。次はどっちだ。ここでゲットしたわけでしょ。データ端末ビクターを探す。エンジニアクとセキュリティクにもアクセスポイントがあるはず。おおお、当たり前のように出てきやがったあいつ。あいつどうなってんだ。倒せなさす。ケルベロスユニットか。気づかれてはいないけど。やばい音する。そこも行けない。消えた。おー、ホラーゲームが始まった。開くようになった。よし。で、ここ通ってきたんだよな。ここにいるな。早く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 。やべ、ミスったな。
あれ攻撃されるこれ。一撃かー、お前ホラーゲームやないか。うわー、ゲームが変わった。どっからスタートや。早く早く早く。 55BD1CBD OK。 はよ設定。あ、戻ってた。いや、エイリアン。あともう一箇所は反応がない。端末が焼かれてる。だが、なんとか直せそうだな。電源経路さえ変えれば、一回は使えるはず。これか。出てくる。メンタル室のドアを開ける。お前は時間稼ぎをしているだけだ。残された時間は少ない。本当にわからない。指を貸さないで。貸さないよ。あの横についてるのでいいのか。遠隔解除。あ、いた。どこへ。マジかよ。あー、セラセンヌ。超スキャンに時間。ケルベロスメンテナンスユニット。以前にこんなものを作ったなんて。高性能センサー、耐熱アーマー、油圧系統も一流だ。こんなのが敵に回ったとは。で、どこだい。ビクターよ。これか。やつを倒せる武器も手に入ったのか。おい、ライトマシンガン。優秀ジョン新アイテか。2体とかになったらやべえぞ。やべえ。ああ、はい。
ってどうしたもんかね。マジやべえな。エレボス。揺らせやがって。上がって進むとやつが出てくる。一回避けてって感じかな。え、なんだろうこのスペースは。こっちに逃げろってこと？どうなるんだ？この間に行くのか。どういうこと？落ちればいいの？よし。ああ怖え。逃げてる逃げてる。言われなくても逃げてる。どっから？後ろにいるっぽい。遅いって超速えなあいつくんの。急げー。もうや六角の阻止開けた後にもなんかしなきゃいけなかったな。うーわー閉めて。うわー閉まんない。しゃー超怖いってここ。待ってやがるぜ。彼らの神経系は原始的、とても脆い、貧弱だ。簡単に壊される、壊せる。彼らは、異様は、疲れる。
意表をつかれる。あーもう怖かった、ホラーゲームだった、もうやめて、壊れちゃう。